森が立ちました。少し前までずっと水の中にいました。1匹だけ上陸して、あとの4匹はまだ水の中にいます。まだ水の中にいること、お迎え当初の写真を並べてみました。まだ足が生えてませんでしたが、足も生えて色も全体的に変わって体が大きくなりました。こちらの子はエラ呼吸から肺呼吸に変わって、水の中だけでなく陸地も活動できるようになりました。